水峡大橋水峡大橋水峡大橋は国道51号の利根川に架かる橋長535.25メートルのシャバリ橋である千葉県香取市と茨城県稲敷市を結ぶ水峡大橋は国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所管理の橋梁である現在の橋は2台目 初代水橋大橋水橋大橋の仮設運動は1924年頃から当時の千葉県佐原町の有志によって始まった。それまでは佐原の小野川の河口とその対岸に町営の佐原都線があり、また佐原から板た子、鹿島、ココタ、土浦、高浜などへは帰線により結ばれていた。建設に向けて佐原町の水橋との保障会が 茨城県の町村に賛同依頼に行く活動など10年の歳月を経て1934年2月に工事に着手、1936年3月に完成。位置は、現在の水橋大橋の下流300メートル付近、県道サーラーサ汚染として、千葉県の施行によるものであった。完成を記念し、水橋と根保商会が、徳富祖法に秘文を依頼した、石碑。 水橋の美観天下が建てられ、鹿島三宮鉄道のバスが走り始めている。当時は、利根川下流域唯一の橋として、千葉県と茨城県を結ぶ重要な橋であった。戦後に旧国道123号、国道51号に指定。初代の橋は日本の首都を持つ、トラス橋として、 橋と方の似た遠くに望む筑波山と共に地域住民に親しまれた。初代の橋は、福音が狭く、交通量も増大しつつあったことから掛け替えの機運が高まり、当時の建設省により1973年10月に掛け替え工事に着手、1977年3月に現在の水橋大橋が開通した。 当初は、利根川上流側2車線の片側1車線での暫定開通であったが、交通量の増加に伴い4車線化された。1976年10月、新東京国際空港のパイプライン輸送開始までの間行われた、航空燃料鉄道輸送の受け入れに際し、4車線早期開通が地元から要求されている。夕方の水橋大橋と富士山形式の選定に、 当たっては、初代の水橋大橋が、住民に親しまれてきたものであることから、形式に特徴のあるシャバリ橋となったが、現在水橋のシンボル的存在として、地域住民に親しまれている。1977年度に、橋梁の新設などで優れた特色を持つ者に、贈られる、土木学会、田中省に建設省の橋梁で、初めて選定されている。 シャバリ橋の首都が千葉県と茨城県の県境となっている。原口和久、成田空港365日論処房、2000年219ページ。ISBN48 億4551万677。ありがとうございます。